皆様こんにちは大人のためのインターネットテレビハイカラ万歳の時間がやってまいりました、えー、本日もハイカラスタジオからお届けしてまいりますナビゲーターのハイカラ編集長青野秀俊でございます、えー、3月の19日ということでもう半ば過ぎましてですねこれから桜の季節ということで、えー、本当にあの美しい 幻想的な世界を本当に短いですけれどね皆様はこれから味わえるんではないかと思います、えー、さてあの季節の変わり目、えー、入学だとか卒業だとか新入社員だとか移動だとかですね、まあ、そういう環境が変化しますと、えー、精神的にもちょっと疲れてしまったりっていう方も多いんじゃないかと思います、えー、今日はそんな皆様方に大変お役に立つお話を 知っていただける方がゲストでございます、えー。株式会社ライフバランスマネジメント研究所の代表でいらっしゃいます渡辺隆様です。渡辺さんどうもよろしくお願いいたします。あれですね、あの政経学部出て世界的な企業をこうずっと渡ってきて、えー、そこってでもストレスと関係ないですよね。うんそうですね。あの仕事的にはやっぱりアメリカでのね競争社会ですとか、はい、IT の あと、ね、あのシスコシステムとか、ですね、はい、ああのやっぱりそれなりにストレスは、ね、こう感じながら、はい、ただ、たほね、いやー、結構、う <laughs> がむしゃに働いてる時ってね、やっぱりあまり感じないですけどね、40、50近くなって、今、53歳なんですけどね、はいうん、やっぱりストレスに負けないで、こう長く細くいきたいなと、そっちのほうに少し。 45ぐらいの時に方向転換をして、ですね今のメンタルレスマネジメントのところに入ってきながら、自分でも勉強しながら、仕事してるっていう状況ですねき今日ここにあります、メンタルタフネス経営、これはあの日本経済新聞社の方から発行されてるんですが、これがもう5冊目の本でございましてそうですね、はい、著書も本当にたくさんございます。 ただ、ですね今日ここであの硬い話をしてもこれ全然皆さんに役立ちませんので渡辺先生の方から今日はですねメンタフフにメメンンタタってのはル、ね、タフネスですよねはい、はい、メンタフに熟年生活をた楽しむ方法ということで 2>,、うん、2週間にわたり、えー、面白い話を交えながら えー、ご指導を賜りたいということでございましてお話を進めてまいりたいんですが前編はどんな感じでいきましょう。そそうですね、えーあのー、おそらく 番組をご覧になっておられた、はいまあ、熟年世代の、ねね、方が多いと思うんですが、はい、あの熟年を元気にですね、はい、こうメンタルタフに生きていくと、はい、であのただ一方、今社会が、ね、複雑化難しくなっているんで,で、ね、その中でこうストレスをためないコツみたいなのねいくつか今日は。 あの皆さんと一緒に勉強と言いますかね <laughs> あのヒントを持ち帰っていただければというそもそも先生ストレスっていうのは何なんですかそうですね我々ストレスってですねあの、まあ、悪者にこうしやすいんですけどある意味こうちょっと緊張感のあるね、はい、このストレスみたいなものもこう,うまくこうやりくりしながらねこう自分の成長にもつながりますしやっぱりこう仕事でもね人生でも すすごく大事なもんだと思いますよねただあの、ストレスってこう例えば心がね、こう我々、心ってどう,いう考えるかというとこう気度、まず一つに喜、ね、怒哀楽の感情ということを考えます、うん、怒ったり泣いたり悲しんだり、喜怒、うん、哀楽の感情、うんはい、それと心ってやっぱり体も大事ですよね、うん、あの体がこう調子良ければはい、はい、なんとなく気分も明るいですし、はい、あの体もすごく心、 スストレスに関係してきますねであと、考え方ですよね考え方がこう消極的になったり攻撃的になったりあとこう依存的になったりみたいな、ね、ことでの心の考え方とあと、行動ですね体がこう動く行動がどうなっているのかとですのでその喜怒哀楽の感情と体と。 心の考え方とですねそれからまあ行動と、この4つがですねいろいろ絡み合いながらはい、はい、今日は、ね、調子いいだとかなんとなくこうやる気がね、元気が出てるとかでそこにこうストレスってののうボンとぶつかってきますね、嫌な上司だとかリストラとかなんか喧嘩しちゃっただとか、はい、それを、まあ、我々、ストレスサーて難しい言い方するんですけどあはは、まあ、そういうストレスを。こう 我々ストレスだね普通にスストレスを受けてで、そのストレスが、まあ、元気なうちはもう,、ね、こうぶつかっても痛くないですけどだんだんボコ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 切ると傷がついてくると、でその傷が喜怒哀楽の感情についてくるともう悲しくなって落ち込んだり、うん、あととちょっと最近、切れる人多いですよね、切れるというのも切れやすくなるというのも、うん、その感情のコントロールのところに。うん ストレスがゴンゴン傷をつけてこうコントロールできなくなってくる、あ当然体がねこの胃が痛くなるだとかはい、はい、私も経験あるんですけどねこの円形脱毛症になっちゃうとかねそれとかあと行動面でですね、はい、どうしてもそのこう荒っぽくなったり引っ込みじわになって体がこう、ね、こうこうなかなか腰が持ち上がらなくなったりだとかあと、まあ、考え方がこう。 攻めるね考え方とか、うん、こう自分をこう攻めちゃうとか、うん、相手を攻めるとかはい、はい、依存的になのとかでそこであの大事なのはストレスを知るといいますかね、うん、あのストレスに気づくということがすごく大事なんですね皆さん、気づいてない皆さん電車の中でもねはい、はい、ストレス溜まっちゃうよなんてね、はい、やってられないよなんて電車の中でよく聞こえてくるんですけどじゃあ、どういう風になっているのかと。うん あのストレスの見える化がね大事だということをよく言うんですけど<ー>見えるんですかあのそれねストレスチェックが必要なんですねスストレスチェックをやるとそういういストレスの原因とかですね何が、うん、どういう石がぶつかってきているのかだとかどのくらい強いのかとかですねどういうジャンルの石なのかだとか、うん、それを受けてですねどこに傷がついているのか。うん であとは、まあ、体が丈夫であればストレスを受けても金返してきますしあと今、ね、今よく上司にバカ野郎なんて、ね、こう言われて私の世代ですと、ね、昔の上司はバカ野郎なんて毎日しょっちゅう言ってたんで慣れてますし。 あの監督とかコーチはねやっぱりハートの厚い監督はねバカ野郎なんて言ってくれるんで、ところ今の若い人はねバカ野郎って言われただけでもうすぐシューンとして、昔は辞めたいとか、ねまあ中にはまあパワハラだみたいなねことで、そういうね時代になってくるとまあこの受け止め方もこうそれぞれ違うわけです、そ,そこらんのところストレスチェックでこう見えるようにしていくというのがまあ本当第一歩なんですね。でもなかなかか 体の健康診断はやっても、うそうですね,ねあんまり心の健康診断とか、ね、はいはい、チェックはやらないですよね,そ,ですねそれを、まあ、私があの8年前、9年前に、これ職場で私も働いていこれしそうだということで、開発したのがそのメンタルタフネスオリエンテーションプログラムってちょっと難しいんですが、はいまあ、それをチェックの仕組みを作ったんですね。ああそうなんですか、はい じゃあ一度ちょっと CM にさせていただいてその後そのチェックの仕方を教えていただければと思います,す、ね。